はい、いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。おかえりです。ということで、ちょっと今日2本目の動画を撮っていきたいと思います。ということで、今日はマヨネーズ好きマヨさん、はい、真ん中にしていこうと思いますので、はい、はい、していこうと思いますので、今日もサムライウーマンのマミさんと一緒に、はい、やっていきたいと思います。ではよろしくお願いします。ということで、マヨネーズのマヨさん、実は月収7桁女子ということで、すごくないですか？7桁ですよ。すごくないですか？すごいですね。そんな予想してたら、そんな数字なんて見ることないですよね。10分の1ぐらい、うん、やばいですね。ねえ。ということで、ちょっとそのなぜ7桁もっていう秘訣、まあちょっと秘密をちょっと暴いていきたいなと思いますので、はい、最後までご覧くださいませ。ということで、はい、なぜ7桁行ったのか、ざっくりなんですけど、ご自身ではなんか何これかなって思うことって何ですか？これかなって思うことですか？これがあったから行けたとか、なんか目標設定とか、なんかこういろいろ教えてもらえたとか。あ、そうですね。なんかね、私は一緒にしてた仕事仲間の人に、まあ、Facebook を私やり始めたので、それがバレたのか、すごい言われるようになったんですよ。そんなんで簡単に稼げるわけないからとか。もともとはその Facebook で仲間だった、友達だった人ってこと？あ、全然仲間だった。仕事仲間だった。あ、なるほど、なるほど。はい、で、なんかそんな簡単に儲けれるのかとか、儲かったかとか、めっちゃ嫌味なことを言われてて、そこからなんか見返したるねみたいなのもあったかもしれないですね。それがちょっとスイッチが入ったきっかけというか。なるほど。それはじゃあ無料のコンテンツを使ってやっていたっていうことですか？そうです、そうです、無料ですね全部。何かこう労働して報酬を得たっていうわけではないと思います。そうですね、労働というか、まあで Facebook 投稿するにあたって5分10分だけパッて書くみたいな。ああ、記事を書くんですよね。そうそう、記事をね。それだけでしたね。あ、それだけなんですね。はい、1日5分から10分。7桁女子、やばいですね。5分でできる7桁みたいな。もともとネットワークビジネスをしてた時期があったんですよ。そうなんですね。で、2年間毎日、まあ、ずっと頑張ってたんですけど、それに比べると半分も体力を使ってないぐらいですね。やっぱりネットワークしてた時はいろんな人に会ったりとか。そうですね、口コミビジネスなのでいろんな方に会ってお話をして、あ、今日もダメだったかみたいな、まあ、ちょっと精神的なこうダメージみたいなのすごいな。完全リアルですよね。そうですよね。あったらあった分だけこうちょっとこうつながっていくっていう感じだったんですね。で、2年間やってて、2年間の間で得れた収入って5万円なんですよ。2年ですか？はい。その間に毎月毎月やっぱり1万5000円分の商品を購入したりとかしないといけない。もうじゃあそれってマイナスじゃないですか？めっちゃマイナスです。なので今なんでこんなに稼げてるのかなっていうのはちょっと不思議です。しかもだって半分、半分です、ね、で5分で記事を投稿してっていうことですもんね。それだけってことですか？そうですね。しかもさっき聞いた情報では、なんとパソコンがないっていうことで、そうなんです。スマホ1台で、これで、どこにか。すごい。ね、パソコン、まあ、依存症の私、まあ、マミさんもそうですけど、ちょっとパソコンがなくてっていうのはちょっと衝撃だったんですけど、その、スマホだけでってことは、もうどの場所でもできるってこと？そうですね。電車の中であったりとか、はい、旅行中とか、いろいろと。もう完全に場所を選ばずにできる。それでなぜ行けたのか、もうなんか謎だらけですけど。今半年目になったんですけど、はいはい、いやもうやっとパソコン買おうと。やっと。買うみたいです。来週。来週。はい、買いに行きます。今からですね、じゃあ、はい、パソ
婚は1からじゃあ勉強、ね、でも絶対経験なんで ね、 そうですね、みんなが使えてるってことは使えるはずなんで、やっぱりなんか私も買いに行くのどうしようって悩んでたこの半年ももったいなかったなと思ってます。ね、この前東京初めてぐらいのこと言ってましたよね。そうなんですか。みたいな、東京初めて行きます、このビジネスし始めてから、まさかの新幹線も新幹線初めて乗って、まあマヨネーズさんあれですもんね、バスによく、ね、乗ってらっしゃったっていうことで、本当はバスガイドなんで、はい、バスで乗ったらどこかに連れてってくれるんで、私衝撃でしたね。どうやって行くんですかみたいな。そうなんですね。そんなマヨネーズさんでも月収が稼げたっていうことですけど、具体的には毎日じゃあ投稿してただけってなんかこう新しいこと、みんながやってないことをやったとか。やってたかな。いや勉強、やっぱりでも稼ぎたいっていう気持ちがあるんで、いろんな方の動画を見たりしたり、ちょっと勉強はさせてもらってましたね。何もなくてできたっていうわけではないですね。じゃあ今からみんながじゃあ携帯持ってるから記事投稿しようって言ってできるわけではないですね。ちゃんとインプットしてそれをアウトプットしてるっていう、はい、なんかこう秘訣みたいな、これだけはなんか怠けた必要みたいな、はい、か大事ですよね。でもさっき言ってたように、本当に誰から何言われても気にしなかったです。人の目を気にしないっていうのはそうなんですよ。やっぱみんな気になりますよね、なんかこういう風に思われるんじゃないかとか、そうですね、なんか会社に副業はダメって言われてるからやらないですとか、バレたらどうしようとか。でも会社員、そうですね、会社員だもんね、会社別に守ってくれない、そう、収入を保証してくれないですしね。まあどっちが大事かって、今の現状にね不満があるんだったら副業っていうのはねすごくいいチャンスですし、はい、本当にね始めれますし、そうですね。あとは、私は無になる、無になる、無になる、何も考えずにぼーっと家で何もしないやつ、あかんやつ、そういうことじゃないです、そういうことじゃなくて、結構でも情報を聞いたら、興味があるものだけなんですけど、あ、もうこれいけるかもしれへんって思ったらもう乗っちゃう、結構行動が早いですよ、スピードが大事なので、じゃああんまり考えずに飛び込んじゃう、そうですね。なんか賢い人とかって結構考えて考えて、あ、分からんみたいな。そうですね。マイナスをすごい考えちゃうというか。あ、そうですよね。結局何もせず終わるんですよね。多いですよね。もったいないですね、それは。だからもう何も考えずに、とりあえずいいと思ったらやってみる。経験なんでね、やるだけやっとこうかなと思います。まあ、やってみて別に損になることはないですよね。それがダメだったって分かるっていうことも経験ですしね。それを気にする方もすごく人の目を、ね、気にしたりする方も、ね、やっぱり多いので、気にせず無になってやるっていうのが、まあ、ポイントということですね。ポイントですね。なんか本当に稼ぎたかったら嫌なこともやんなきゃってよく言われるんですけど、なんか嫌なことやったりとかって今まで稼ぐためにありましたかね。もう嫌だとは思ってないかもしれないですね。でも、やっぱり夜の世界とかやってみようと思って、メイドバーに入ってた、2年ぐらい勤めてたんですけど、勤めるというかバスガイドをしながら、ちょっと行ってて、すごいハードですね。ただ、時給が全然良くなかったので、だいたいおいくらぐらいとか、まあ、ざっくり。800円切りましたね。夜なのに。夜なのに。やばいですよね。それはまあちょっとね、公にあまり言えない感じ。でもそんな風に働いてる人絶対いるね。いますよね。なんか労働の権利みたいなのも守られてないっていう人もね、絶対いますし。時給換算したらもっと安い。もっとね。バスガイドプラスメイドをやってる時なのか、今のバスガイドプラスこの Facebook を使って投稿とかしてる時に比べると何十倍と変わってきますよね。そうですよね。時給にするともう、もうえらいことになりますね。ちょっと計算ができないな。電卓をみたいな。すごいですね。なるほど。でそうやってこう気にせずに動
動いてた結果が、まあ、そういう7桁っていうところにつながったっていうところですね。そうですよね、そうですよね、やっぱり。じゃあちょっと最後に、かなかは絶対7桁目指したいってその、ね、女子もいっぱいいると思うので、まあ、もう女性に限らずだと思うんですけど、そういう方に何かアドバイスするとしたら、一つ、何でしょう。もう自分が決めた道だったら、行動して進む。おお、かっこいいですね。誰からも何言われても、自分が決め、もう大人なので、そうですね、大人なので、みんな、家庭持ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、じゃあ、将来のことを考えたときに、本当に 今の給料が変わらないはずなので、何年、5年後になっても、そんな何百万で上がることないですからね。下がるかもしれないですね。税金上がりますけど、話になりますよね。はい、ということで、はい、皆さんもちょっと7桁目指して、はい、ぜひ一緒に頑張れたなと思いますの で、 そうです、ね、はい、何かコメントなど、はい、質問ありましたら下の方で、はい、あのコメントいただければ LINE、はい、までお願いします。ということで今日はマヨネーズのマヨンさんにインタビューさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。